今から見せるのは新しい商品で、まだ日本にはないものですけど、来年から売り出しますけど、最後のフェドラカプチーノです。特徴というのはいくつありますけど、最大のポイントは生ミルクからカプチーノトーレでフォーミングをして、そのままメニューにできますと。今はパウダーの牛乳を使ってますけど、これだったらもう一番おいしい状態で作れると。もう一つの特徴としては、この機械というのは、豆と粉の豆両方買い分けられると。で、豆の場合は例えば高圧で作って、エスプレッソ系カプチーノ系を作れると。もう一つはこの中ですけど、豆とパウダーがありますので、あとは違ったパウダーありますけど、この粉コーヒーを使って低圧抽出で、まあ、ブレンドに近い味わいをできます。両方できるのはないですね、どっちかになってます。で、あとの2つのキャニスターで、例えばココア系の、まあ、ココアそのものが、その紅葉とコーヒーとミックスしたものもできます。もう一つは特に美味しいのは、あの抹茶ラテで、生ミルクと抹茶で泡出したものが出せます。まあ、合計8つのメニューで、本当にプッシュボタンですから、セルサービスをメインとして考えております。ラテがどうして美味しいか、なぜ美味しいかというと、これだけ立つわけなんですけど、泡がしっかりしていると。やはりミルクではなくて泡出しミルクというのは、これだけのミルクの中の泡が半分以上、ミルクがその以下ですから、プーンというあのミルクっぽくない。そして口当たりが軽い。コーヒーもエスプレッソですから、高圧で立てますから油分が出ますから、ミルクに負けない味が出ますと。泡立ちミルク、泡立ちコーヒーが一緒になって初めてイタリアのラテなんですね。どっちかがないとコーヒー牛乳の世界に入って、全然味は口当たりも違います。それができる、ワンタッチでボタンを押せばできる、セルフサービスもできるのは、なおかつ生ミルク使うのはこれだけだかなと思います。